クリスマスの日なんか予定ある？でもお前小6くらいから急に大人びちゃってなんか避けてたよな俺のこと。仲をするなって。まあほらポップコーンでも食べて。このビタントニオポップコーンメーカーを使えばあっという間にポップコーンができちゃうんだ。まずポップコーン豆を本体の加熱部に入れ、計量スプーンをカバーの上にセット、容器を置いたらダイヤルをオンの位置まで回してスタート。ほら見て、ポップコーンがどんどん出来上がっていくよ。バターを使わず熱風で加熱するからヘルシーなんだって。溶かしたホワイトチョコにポップコーンとスプリンクルを入れて冷蔵庫で冷やす。これでクリスマスにぴったりなポップコーンの完成。お前のために頑張って作ったのさ。実は俺ずっとお前のことが好きだったんだ。これからもずっとそばで俺の作るポップコーンを食べて笑っていてほしい。これからはこうやって温めてやる。俺から離れるなよ。ビタントニオポップコーンメーカー、楽天市場で今すぐチェック。チェックしてるお前の姿もかわいい。
クリスマスの日なんか予定ある？でもお前小6くらいから急に大人びちゃって、なんか避けてたよな俺のこと。仲をするなって。まあほらポップコーンでも食べて。このビタントニオポップコーンメーカーを使えばあっという間にポップコーンができちゃうんだ。まずポップコーン豆を本体の加熱部に入れ、計量スプーンをカバーの上にセット、容器を置いたらダイヤルをオンの位置まで回してスタート。ほら見て、ポップコーンがどんどん出来上がっていくよ。バターを使わず熱風で加熱するからヘルシーなんだって。溶かしたホワイトチョコにポップコーンとスプリンクルを入れて冷蔵庫で冷やす。これでクリスマスにぴったりなポップコーンの完成。お前のために頑張って作ったんです。実は俺ずっとお前のことが好きだったんだ。これからもずっとそばで俺の作るポップコーンを食べて笑っていてほしい。これからはこうやって温めてやる。俺から離れるなよ。ビタントニオポップコーンメーカー、楽天市場で今すぐチェック。チェックしてるお前の姿もかわいい。